こんにちは。この長い階段をただいま上がってまいりました。毎度おなじみ、息が切れてます。体力つくね。サッカー観戦は体力がつきます。私だけか。すごい、いろんな放送が流れてる。今日はこちらも来てます。みんなレプリカユニフォームを着てくださってありがとうございます。ちょっとまだ遠い。まあお衣装で分かっちゃうかな。今日は全身紫でやってまいりました。サンフレッチェ広島のホームです。エディオンスタジアム、エディオンっていう CM のエディオンですよね。緑がすごい多い階段。あれ、さっき上がったのに今度下るの。ちょっと向かいます。こっち入り口合ってますか。ここまで来たら人が増えてきました。お、かわいい。今日はゴールデンウィーク後半ですからね。もう一時期はどうなるかとかと裏から入っちゃったんでね、もしかして私は今日森林浴に来たのかと思っちゃいましたが、ありました。大きいね、エディオンスタジアム広島。今日はこちらに来ました。本日はもみじ銀行なんてあるんだ。もみじまんじゅう有名ですもんね。この間お仕事で広島に来たんですよね。その時もみじまんじゅうちゃんと買って帰りました。あ、紫のサポーターの皆さんが、ちょっと足元にしますね、お顔映っちゃうんで。たくさん、え、ミッキーとミニー、ミッキーとミニーっぽいのがいた。これは鹿島のキャラクターですね。あ、タオルあった。今日も任務を果たしてきました。わ、なんかこの T シャツかわいいですね。え、サンフレッチェ広島。え、かわいい。クレヨンしんちゃん、すごい。しんちゃんとコラボしてる。かわいい。なんかチームごとのコラボって惹かれちゃいますよね。かわいいくまちゃん。あ、くまちゃん。サフレッチェはあれ？ベアなのかな？かわいいですね。タオルの種類がいくつかあるんですけど、これかな。なんかチームによって立体になってるエンブレムと印刷式のエンブレムがあるんですね。よし、これを買ってきます。じゃーん、ゲットしました。紫、サンフレッチェ紫ということで、私も紫のお衣装を発表したいと思います。本日の衣装を紹介します。ちょっと色が薄いんですけど、あの皆さんの T シャツの色とは一応紫、カモ紫です。え、濡れおかきって書いてある。私濡れおかき大好きなんですよね。あ、待って、濡れおかきじゃない。
見えますか、濡れおはぎだったちょっと違うよ、残念。お、藤井智也選手発見。藤井選手はですね、あれですよね、スプリントがリーグ1位の選手ですよね。なんて言ったってリーグで50スプリントを超えた選手、2回以上超えた選手は前田大然選手以来のスーパースプリント選手ですよね。スプリント回数第1位の選手を抱えているサンフレッチェさん。でも今日の対戦相手の鹿島にも3位のスプリント回数3位の安西選手いますからね。ミサイルスキッペ監督、こんにちは、お邪魔します。サンフレッチェ広島ホームエリアスタジアム、さあ行ってみましょうか。ここはあれですね、陸上コート、陸上トラックがあるからちょっと席が近いんですけど遠めですね。そして屋根がほとんどない、暑い。さてさて、本日は明治安田生命第12節 J1 リーグ第12節サンフレッチェ広島対鹿島アントラーズの一戦です。ダゴン風前節は岩田戦、私直接見てたんですけど、海輝選手、アルトゥール海輝選手の1点スタートからの上田綺世選手が後半2点も入れました。久しぶりに上田綺世選手の綺世節が炸裂してましたね。なんかあれですよ、ゴール2本目のゴールなんかだって左足で入れてましたからね。右もいけるし左もいけるし、しかもめちゃくちゃ勢いがあるんですよ、左足でも。びっくりした。もう自分で持ってってボールをねバーンって打って、あれは何ですか、加速しながらちょっともスピード緩まずそのままシュート、すごすぎないですか。さすがでございます。だって綺世選手がなんかのインタビューで、あのなんだっけ、ゴールシュートか、シュートのバリエーションがフォワードの価値だっておっしゃってて、あ、かっこいいって思いました。同じフォワードの鈴木優真選手、優真選手も最近さらに調子が良さそうにお見受けします。あのとっても綺世選手といいあのコンビですよね。お二人の息がすごく合ってて、見てる方もとてもワクワクします。とてもなんだろう、中心になっててすごく広く見てるし、視野もっていうの、視野もすごい広く見てるし、チャンスメイクもめちゃくちゃ上手ですよね、優真選手。今日は鹿島はスタメンが一人も変わらず、しかもサブも一人も変わってなかった気がします。なんかあのツイッターの順番、サブの順番だけなんか変わってて、ピトカ選手、アラーヌ選手、土井選手の各順番だけ変わってて、メンバー全部一緒、固まってきましたね、来たんですかね。でもどの選手が出てもね素晴らしいと思うので、今日も綺世選手と上間選手の息ぴったりのシュートを見たいし、樋口選手のボレーロングシュートも見たいし、あとさっきあのなんだっけ、ス
ストライクじゃなくてスプリント対決。今日は J のスプリント対決、1位と3位がいますからね。広島か、あ、鹿島か。楽しみですね。運動量どうなってるんですかね。安西光輝選手は心臓電気って動いてるのかなっていうぐらい強いですよね。心臓も肺も、もうフル出場だからすごいです。重いなカメラ、置いちゃおう。風が気持ちいい。ゴールデンウィーク後半、皆さんゴールデンウィーク楽しんでますか？もうでもこれ見てる頃はさっさとゴールデンウィーク終わってお仕事頑張ってる頃ですよね、きっとね。今日はホームサンフレッチェ、スキッペ監督率いる。スキッペ監督、スキッペ監督って名前もかわいい。前回はね、柏戦、前回は柏、今日は鹿島、ちょっとややこしい。前回鹿島戦は惜しくも負けちゃったんですけど、鹿島戦は惜しくも負けちゃったんですけど、それまでは7試合連続負けなしだったんですよね。それはすごい。でね、最近私シャドウっていうポジションの意味をしっかり理解し、近いかな、意味を理解して、ちょっとシャドウというポジションが気になってるんですけど、広島にはシャドウがあるんですね。後々知ったんですけど、岩田もシャドウのあれでした。トップ下とかも言うじゃないですか。場所がほぼ一緒なのに言い方違うのが結構今までに、なんだなんだってなってたんですけど、シャドウは隠れたストライカーっていう、かっこいいですね、意味がね。広島はシャドウが2人いるから。シャドウのことを言い過ぎ、シャドウの勉強をしっかりしたいと思います。この前はね、あれですね、あのルヴァンで4得点、ルヴァンカップでもう4得点取ってるジュニオール・サントス選手が前半出てて、ジュニオール・サントス選手があのルヴァンではもう4得点取ってたのに、あのリーグ戦ではノーゴールだったんですけど、 J リーグで初ゴールを決めて、おめでとうございますという感じでした。広島柏戦この間すごい面白かったんですよね。なんかどちらのチームもすぐにこう、あ、そう、こう来たらこう来て、こう来たらこう来てみたいなのが瞬時に変えられてる雰囲気で、あと広島はスキッペ監督があのサイドからのクロスという練習をよくしているという話をしてて、クロスボールって綺麗に入るとかっこいいですよね。つい今年のスタートぐらいまではクロスボールというのも何か分かってなかったのに、今はクロスボールかっこいいですねなんて言っちゃう。まだにわかですね。でも楽しいです毎回。ちょっとずつルールが分かってきて、長々喋りました。席に戻ります。明日は母の日ということで、入場ゲートにはサポーター母ちゃんたちがご招待されています。これは思い出に残りますね。今日も優馬選手がキャプテンマークを巻いて、前半はですね、
広島1鹿島0の1対0で広島がリード中です。なんかすごい広島がすごいです。だって前回確か鹿島シュート20本ぐらい打ったんですよ。なのに多分今日多分3本ぐらいしかシュートが打ててない気がします。すごくないですか。ちょっとびっくりしてる。なんかね、なんですかね、鹿島が調子悪いとかじゃないんですよ。全然多分広島がすごい。全然だって絶好調の首位の鹿島にシュートを打たせてくれないんですよ。全然決定機を作らせてくれなくて。でマスク曲がってる。すごいです広島すごいしか出てこない。なんかもう最初からずっと攻めて守るというよりはもうゴールをバンバン打ちに行く姿勢をずっと壊さなくて、鹿島はゴール側に全然行けなくて、もう鹿島はカットするのに必死、45分間っていう感じに見えました。え、すごい、あの強い鹿島はこんなにブロックしてるというか、全然行かせてくれないんですよ。すごくないですか広島。なんか多分前回見てても結構鹿島はレネ監督が割とずっと、あでも今日レネ監督いつもと違って結構動いてたんですよ。何回もこういう動き、なんて言うんだろう、こういう動きはなんていう合図か分かんないんですけど、やったりとか常本君の方にもっと広がれみたいなのとかやったり、バン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 って手拍子したり、なかなかずっと物静かにいつもは何か見てる、何かじゃない、選手を見てるんですけど、選手とかプレーをずっとこういう感じで見てるレネ監督、いつものじゃなかったんです。最初からなんか感じたんですかね。逆にスキッピ監督の方ずっとこうやって見てて、何話そうとしたか忘れちゃった。そう現場で見てても前回もそうだったんですけど、結構試合展開の中で鹿島の選手たちって選手でこう声かけ合いながら位置を変えたりとか多分やってる雰囲気なんですよ。だから今日も多分やってたとは思うんですけど、それにどんどん対応してきちゃう広島ちゃん広島ちゃんって誰、広島さん、すごい。でも前回もずっと、前々回も割といつもそうなんですけど、後半がやっぱり鹿島は強いですから、しかももう35分40分超えたぐらいからもうレネ監督がサブのメンバーをバッて呼んで、練習、あっちの練習するとこあるじゃないですか、サブのメンバーがあっちにバッて呼んで、岩政監督も監督じゃないコーチも呼んで、もう指示をボン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 サブの選手たちに練習メニューなのかな出してバーってやらせてて40分ぐらいだから、もうレネ監督の頭の中はきっと後半の戦略に進んでたんだなと思って。早いですよね、どん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 変えていくのが。で多分レネ監督はこの後きっと今休憩タイムなんですけど、バーッと選手たちに話をして後半しっかり変えて今日の強敵広島に立ち向かおうとするんじゃないかなと思います。すごい、塩谷選手とかめちゃめちゃジャンプ力がすごくて一瞬時止まったのかなって思います。ゆうま選手とよく競り合ってるんですけど、ゆうま選手はだってヘディング全然届かないですもん。
バレーボール選手かなぐらい飛んでるし。あ、そう、1点入れたのはあれです、柏選手が前半の1点、サフレッチの得点ゴール者でした。あれももうずっと狙ってたんだろうなみたいな、どんなに3人がかりぐらいでこっち側ブロックしても全然止まらなくて、ポン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 サーンって入っちゃって、前回のあのジュニオルサントス選手の3人いる中にガッて体バッてくるってひっくり返ってピョンピョンって入れたシュートもすごかったですけど、今日の柏選手のシュートも素早かったです、とっても。あとはあのチームによってこれは雰囲気が全然違うなと思ったんですけど、なんかマスクの中に猫の毛が入ってる、なんかあのお水を渡すときにサンフレッチェ側はみんなスタッフの方がお水を渡してるんですけど、鹿島はもう選手、特にあのリーダーのキャプテンの土井選手がみんなに先頭を切ってみんなでこうお水バーって一気に渡しに行ったりしてて、あれですかね、ベンチにいても一緒にこう渡す瞬間にやっぱコミュニケーション取れたりするじゃないですか、だからわざとやらせてるんですかね。ジーコアドバイザーも来てるみたいだし、ジーコさんの教えですか。ああいうのもやっぱ現場ならでは見えるところ楽しいですよね。はい、スキペ監督が全身スーツなので倒れないかちょっと心配ですが、後半もどんな展開になるのか、サフレッチが逃げ切るか、鹿島が追いつくか、はたまた逆転するか、後半も楽しみです。ダン、電光掲示板懐かしい、地元の野球のあれみたいですよ、全部カタカナ。ということで、後半今日はですね、すごいです、なんと3対0で広島の完勝、すごい、なんかこんなに手も足も出ないクリーンシードで負けてる鹿島、久しぶりに見ました。今首位の王者鹿島ですからね、あんなに調子良かったのにそれを上回る攻撃とカットでコテンパンにした、なんで本当に曇ったの今、すっごい試合中めちゃめちゃ暑かったんですよ。広島の球場じゃない、劇場スタジアムで屋根が一応あるんですけど、全然日陰が一つもないぐらい暑くて、もう大変だったんですけど、いや急に曇るじゃんみたいな、いやもう途中後半なんか雲が全然入んなくて、選手たち本当に暑そうでしたけど、鹿島の選手はたちは前節とあれですかね、メンバーが一人も変わってないからやっぱ疲れが出てたのか、後半ちょっと体が全体的に重そうに見えました。しかもね、押されてたし、すごい広島さん、なんか前節柏戦もでも柏も同じようなタイプだったか分からなかったですけど、何ですかね、めちゃくちゃスピーディーだし、鹿島の方のゴールに鹿島ゴールで向かっていくと、どこからともなくパーッと真横に 4,5 枚の壁ができるんですよ、バーって、今こっちにいたのにみたいな、ワープしたかのようにカスマがゴール打とうとすると4、5枚の壁がブワーってできるんですよ、すごいですね。私カシマのボールボコボコ取るし、
あんなにカットブロックされてるの久しぶりに見ました。すごいですね。すごいしか出てこない。今日今までで一番すごいって言ったかもしれない。なんかみんな最後まで疲れもなさそうなぐらい走ってたし、完全に広島の鹿島対策勝ちですね。おめでとうございます。なかなか首位、今日鹿島が勝ち点がゼロなので、結構中間層も混戦してたから、これどうなるんですか。ちょっとツイッターとかに出てないかな。順位結構一気に入れ替わりそうですよね。まあ、今日は他会場で1個、2試合しかやってないので、そんなにまだあれかな。あ、横浜は11なのか。今25でしょ。お、20でしょ。すごいですね。あ、もしかして広島が3位に上がってくるかも。1回の勝敗でこんなにガラガラ順位が変わる J リーグ、今年はすごい面白いですね。ということで、私は明日も試合参戦するんですけど、今日も、あ、そう、鹿島の選手がね、ちょっとイエローで2人とも、根本選手と関川選手、ちょっとお怪我しちゃって、大事に至らないことを祈ります。はい、ということで、広島、朝フレッツ広島、素晴らしい試合でした。おめでとうございます。鹿島の皆さん、次に向けてゆっくり体休めてほしいなと思います。はい、本日も熱い試合をありがとうございました。アンニョン。私は広島日帰りです。バイバイ。スタジアムから横川駅まで、横川なんだ、横川駅までシャトルバスが出てます。バスの中では選手たちがアナウンスしてくれてます。帰りはかなり渋滞するので、お時間に余裕を持ってお出かけください。バイバイ。広島、すごい地域のお土産。いや、広島の駅ビル、駅ショップ、小分屋さんもいっぱいあるし、お土産屋さんもめちゃめちゃ広いし、すごい。あ、違う。なんか、あ、これよく見る。チーボー。え、5倍に薄めて飲むんだって。え、これ飲もう。買ってこう。美味しそう。こうやって、あれですよね。サッカー見に行くついでにご当地の美味しいもの食べて楽しんで帰るのも遠征の醍醐味ですよね。いや、赤い人がいっぱいいるんだよ。なんか来るときに、あ、鹿島サポの人がいるって思ったら、皆さんカープなんですよ。今日カープの試合もあったみたくて、広島カープは赤じゃないですか。俺75番って誰だろうと思ったら野球の方でした。